芝章芝章は、中国の唐の軍人、字は、の登る。本願は、陳樹林奮剣、隋の巨禄軍港、こ誠の子。妻は、唐の高素李縁の三女平用公主、唐のしのげ煙二十四公神の一人に挙げられた。幼少の頃から身軽で荒々しく、武力を有し、人教として知られた。隋末に、大使戦友備えみに任ぜられた。六百十七年。 李縁が大元で帰兵すると感動を通って大元に赴いた。時に李縁のこの利建生と李元吉が加藤から大元に向かっていたのに遭遇した。利建生は手配所が回るのが早く隋の管理に逮捕される危険がある。今は身近な小族に身を投じた方が自分の安全が図れるだろうと言った。芝生はいけません。が君をのこと知ればえて 功績とし無意に死ぬだけですと言った。柴正が、利縁の元に合流すると、右両軍大都督府長氏に任せられ、当軍が大元から出発すると、馬軍総監を、兼領した。先んじて、核友情下にいたり、総労政の形成を偵察した。労政は、ヒップの優の持ち主で、我が軍が到着すれば、必ず出戦しますから、戦って、 虜りこにすることができましょうと李縁に報告した。果たして、総老政は劣戦してきたので、芝将は力戦して、功績を上げ、李風を下し、皇軍を平定するのに、いずれも戦闘で敵人を落とし入れたので、右後六大部に任せられた。随将の総研話が溶かしてくると、芝将は背後からこれを攻撃して破った。諸将と共に、長安に進軍した、百十八年。 左、翼衛大将軍に累進し、林奮軍港に封ぜられた。李聖民に従って、節氏としたかし、総根号、王世重、東建と倉を討伐した。各国港に封ぜられ、実風千二百個を賜り、右、行衛大将軍に転じた。と翼魂と東工が、辺境に侵入すると、命を受けて、これを討った。敵は交渉を占めて、芝将の軍中に矢を、 雨のように混んだ。芝章は人に、小琶を引かせ、二女子に前を回せたところ、敵は疑心に陥って、矢を射るのをやめて、様子を見た。芝章は、敵人が緩んだのを見ると、精鋭の騎兵を率いて後方からこれを攻撃し、壊滅させた。627年、右、英大将軍となった。628年、領主党平定すると、さ守る大将軍に転じた。 633年、鎮軍大将軍を加えられ、右、行縁大将軍を代行し、国交に改め封された。638年、病に倒れて、体操の見舞いを受け、間もなく亡くなった、慶州都督を追贈され、送り直上とされた。子に、柴明、柴霊部があった。柴霊部は、ふと僕、小教、守る志氏士を歴任したが、大井愛らと共に、 慶応里元影の擁立を企て、ことが漏れて軽視した。柴明は安政徒歩を務めたが、弟の芝礼部に連座して、峰南に流された。後に許されて、公衆と徳を務めた。ありがとうございます。